ランカスター。ランカスターはアメリカ合衆国ペンシルベニア州の南部中央に位置する市である。バラ戦争に倣って赤バラの市ザレトローズシティとしても知られる。ランカスターはランカスター軍の軍長所在地である。2010年の人口は59,322人であり、州内で8番目の都市である。 都市圏人口は2010年で49万4486人であり、全米で101番目の都市圏である。ランカスターの地は1681年のウィリアム・ペンのペンの森直居場の一部である。ランカスターは1734年にジェームズ・ハミルトンによって作られた計画都市であり、1742年にボロとなった。 規政を執行したのは1818 18年だった。ランカスターの名前は、イギリスの都市であるランカスターにちなみ、ジョン・ライトによって名付けられた。市のシンボルである赤原は、ランカスター家のものである。1850年、イギリスのランカシャーにある、ランカスター城を真似て、ランカスター軍刑務所が作られた。市で最も古い教会は、1729年に、 建てられたトリニティルーテル協会である。1795年に作られたフィラデルフィア、ランカスター道路は合衆国でも最初の長距離、舗装道路である。ランカスターは1777年9月27日の1日のみ、アメリカの首都だった。フィラデルフィアがイギリス軍に占領されたために、そこを逃れた大陸会議がランカスターで会議を行い、 すぐにさらに遠くのヨークに移った。1799年から1812年まで、ペンシルベニア州の州都だった。州都は、その後州の中心に近いハリスバーグに移された。有名なルイスとクラークの調査が始まる前に、メリウェザー・ルイスがランカスターを訪れ、天文学者のアンドルー・エリコットと共同で井戸と、軽度を測る訓練を積み、太平洋の調査に備えた。 1821年、ランカスターに移住してきていたドイツ人によってクリスマスにクリスマスツリーを飾る習慣が始まった。1863年6月28日、南軍の進撃を止めるために土地の民兵がコロンビアイコールライツビル橋に火をつけて落とし、ランカスター市への入試を食い止めた。この戦術はロバート・イ・リーの南軍に撤退を強いたのみならず、 間接的に、ゲティスバーグの戦いに導き南北戦争の流れを変えたことになった。コロンビアイコールライツビルハシは、ランカスター軍とヨーク軍を結ぶものだった。フルトン歌劇場が1852年に落成した。これは合衆国で、現在も公演を続けている最古の劇場である。1920年に、劇場の所有者が不道徳な内容の冬刺劇をせて逮捕され、 その後は、半世紀以上も、劇場というよりは二級映画館として運営されていた。フランク・ W ・ウールワースが1879年6月21日、クイーン・ストリートに最初の5セントストアを開いた。これは、ニューヨーク州ユーティカでは、グレート5セントストアと呼ばれる初期のニッケル効果による販売店であったが、3ヶ月後には閉店した。 翌1880年11月6日、この時はウールワース 5&10 として開店した。ランカスターの最初の店は高層のビルに置き換えられ、屋根付き庭園もあった。最後のウールワース店舗は1998年に閉店し、運営会社はフットロッカー、スポーツ用品店として生き残っている。1886年にミルトン S ・ハーシーが ランカスターキャラメルカンパニーを講した。ハーシーはマウントジョイにあったその会社を100万ドルでアメリカンキャラメルカンパニーに売却し、1905年その資金を使ってハーシーの故郷であるデリー・チャーチにハーシチョコレート工場を作った。ランカスターは2000年にオールアメリカ式賞を受賞した。ランカスターは2に位置する。標高は368フィートである。 ランカスターは州都ハリスバーグから南東に34マイル、フィラデルフィアからは西に70マイル、ボルティモアから北北東に55マイル、ワシントン DC からは北に87マイルの位置にある。近在の街とボロはミルスビル、ウィリオストリート、イーストピータースバーグ、リティッツ、ランディスビル、マウントビル、ローツビル、レオラがある。 アメリカが州国統計局によれば、総面積1 9 2トル、水域率は0.14%である。市内には多くの様式の建築物が残っている。ランカスター市は、軍部よりも被白人率が高い。プエルトリコ人や他のラテン系民族が多く住んでいる。2000年の統計では24.34%が、プエルトリコ人を先祖に持つものであった。これは、 ペンシルベニア州の中でも高い値である。ランカスター市では、毎年プエルトリコ祭りを開催し、ヒスパニックの文化遺産を祝う。市の東部は、アーミッシュ農夫フが集中して住んでおり、馬に引かせたバギーが見られる。アーミッシュの集中程度では合衆国でも高い方で、あり、アーミッシュの方通りの街が残っている。2000年の人口統計によれば、人口は56,348人。 2933世帯12162家族となっている。人口密度は2940.0人、k m メ7616.6人、平方マイルである。家屋数は23024件であり、家屋密度は1201.3件、k m メ3112.1件、平方マイルである。人種構成は、 白人61.55%、黒人14.09%、ネイティブアメリカン0.44%、アジア系2.46%、太平洋諸島出身者0.08%、他民族17.44%、2種以上の根結3.94%となっている。ヒスパニックあるいはラテン系は30.76%で、 2933世帯があり、そのうち31.6%は18歳未満の子供と同居している。33.4%は同居している既婚者、19.0%は夫のいない女性の世帯、41.9%は非家族である。一人住まいは33.1%、9.9%は65歳以上の独居高齢者である。 一世帯あたり2.52人、一家族あたり3.23人となっている。年代別構成を見ると、18歳未満27.5%、18歳から24歳まで13.9%、25歳から44歳まで30.5%、45歳から64歳まで17.7%、65歳以上10.5%となっている。 年齢中央値は30歳である。女性100人に対し男性は95.2人。18歳以上の女性100人に対し男性91.4人である。一世帯あたりの収入中央値は29,770ドルであり、一家族あたりでは34,623ドルとなる。男性は27,833ドル。 女性は2万1862ドルである。一人当たりの収入は1万3955ドルである。17.9%の家族と21.2%の人は緊急線より下であり、18歳未満人口の29.2%、65歳以上人口の12.9%を含んでいる。ランカスター市は特に南東地区で高い失業率に苦しんでいる。 1999年のこの地区の失業率は調査単位によって3.5%から10.9%であり、軍部は4.9%に過ぎない。ランカスター軍労働力調査局は持続する失業問題を人々は働いてはいるが、貧乏の縁で生き残っているだけだと見ている。しかし、市外では1999年から2002年の 間で34,900の雇用が増え雇用率は18%の増加となった。ランカスター市は最近、専門店、ブティック、バー、クラブの数が急激に増加する中で、市街地の公共施設や場所への再投資を進めて、より住みやすい街に再生しようとしている。百九十九年以降、ランカスター軍会議場当局、ペン広場商工会及び、 市の再開発委員会が300室のマリオットホテルと22万平方フィート2万平方メートルの税金で賄われる展示場を元ワットシャンド百貨店があった場所にファサードのみ残して建て直そうという計画を立てて議論を呼んでいる。この計画の支持者は市中心部が活性化されると信じている。しかし反対者は税金納入者にとって 重大なリスクがあると感じている。この計画は、タデウス・スティーブンスの家のような歴史的遺跡の破壊も含んでいる。また別に、アームストロング・ワールド・インダストリーズが使用していた、汚染された工場跡をフランクリンマーシャル・カレッジの運動場に転用する計画もある。この動きは、以前の工場地帯の大部分を取り込む可能性がある。その北東隅は、 ランカスタージェネラル病院の資金で開発される。病院の計画では、ランカスターの5番目上に整備された外区にいつかを付け加える多用途開発である。フランクリンマーシャルカレッジの学長ジョンフライは、ハリスバーグ道路沿いに学生向け寄宿舎やアパートの建設を提唱してきた。アムトラックのランカスター駅は、マックガバンアベニュー53にある。 アムトラックのランカスター駅に停車する列車は、下記の通り、とりわけフィラデルフィアよりランカスターを経て、ハリスバーグに至る区間は、キーストン、サービス号により高速かつ高頻度に列車が運行されている。ランカスター市内と周辺では、レッドローズトランシットオーソリティが、バス移送事業を行っている。ルタの本社は、ランカスター市の外にある。 キャピトルトレールウェイの路線がランカスターとキング・オブ・プロシア、フィラデルフィア及びニューヨークをつないでいる。市中心部の北、リティッツのすぐ南にランカスター空港がある。ランカスター市にはアメリカ独立リ,リーグのアトランティックリーグに加盟するランカスター・バーン・ストーマーズが存在する。以前に在籍したランカスター・レトロージズの穴を埋め44年ぶり復活した。 ランカスター・バーン・ストーマーズの名前は、周辺で工業試合をやっていた、巡業野球選手と土地の多くの農夫たちにちなむもので、ある。バーン・ストーマーズは、レッドロージズの伝統を引き継ぎ、球団カラーは、ネイビーブルー、赤、およびカーキ色である。2007年が、初めてのシーズンであり、昔のライバルチームであった隣接する、ヨーク市のヨークレボリューションとの戦いが復活する。 元プロ野球選手、トム・ハーの出身地でもある。ハーは、セントルイス・カージナルス、フィラデルフィア・フィリーズ、ニューヨーク・メッツ、サンフランシスコ・ジャイアンツの選手であった。メジャーを引退後、ヘンプフィールド高校のブラックナイツ野球チームのコーチを、数年務めた。ヘルはこの時に、息子のアーロン・ヘルもコーチした。ヘルは2004年に、ランカスター・バーン・ストーマーズの監督に就任し、成績は、 三端たるものだったが、2006年は初めて優勝した。この直後にハーは、ワシントンナショナルズの興味を引くことにな、一 A レベルのヘーガーズ・ダウン・サンズ監督に指名された。ランカスター・バーンストーマーズは、もう一人の元メジャーリーガー、リック・ワイズを投資コーチに採用した。ワイズは1975年のワールドシリーズ第6戦で、ボストン・レッドソックスの勝利投げとなった。他にも、 クリーブランド・インディアンズ、フィラデルフィア・フィリーズ、サンディエゴ・パドレス、セントルイス・カージナルスでプレーした。2009年には、ハーのフィリーズ時代のチームメイトであった、ボム・ヘイズが監督に就任し、ハーがベンチコーチとして復帰。ハーの長男も選手として所属する。2010年には、西都シ久、元読売ジャイアンツ、横浜ベイスターズが在籍した。 ランカスター市では1992年以来毎年6月にプロ自転車競技会トムバムフォードランカスタークラシックを開催している。アメリカツアーなどの一部でもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。